なんかさ、めちゃくちゃ目が痛いんだよね。え、花粉かな花粉ですか。めっちゃ目が痛いの、ずっと。でも治った。いや、この今配信する前なんかめちゃくちゃ目が激痛すぎて、そう、なんかゴロゴロするの、うん、治んなくて、痛すぎて。でももう今治りました、よかった。うん、怖さ。夜まつげが入ったとかじゃないから、今日一日外だったからかなまあね、楽しかったので OK です。はい、そうなんです。もう今日はね、すごい一日だったんですよ。そう、なんと念願のアルサポ Q のリポーターをさせていただいて、そう、もうすごく楽しかった。なんか今日はそのリポーターと、あとトークショーにも出演させていただいて、そうそう、わあ、タワー来た。でん、うんうんうん、みちおちゃん、みちおちゃんタワーありがとう、今日もありがとうそうなんですよ、タワー来たね。まずは今日2日前の告知にもかかわらずビッグスワンに駆けつけてくださった皆さん、本当にありがとうございました。そう、これをまずは言いたかったです。そう、でも今日はもうなんか予定入ってて、そう、来れなかったって方も結構いらっしゃって、そう、お仕事が入ってていけないって方もすごくたくさんいらっしゃったのを聞いてたので、そのもうね、なんか来たいって、会いたいって思ってくださってることがすごい嬉しいし、今日そうね、駆けつけてくださった皆さん、すごく急だったんですけど、そう、私もね、なんか匂わせをしたかったんだけど、当初の予定だとリポーターのお仕事だけだと思ってたから、そうそう、だから言わなかったのね。そしたら、そう、あの告知された日、一昨日トークショーにも出演させていただくっていうのを聞いて、そう、あ、すごい嬉しかったですね。まさかのね、いや、まさかすぎたよ、うん、本当に待って、またタワー来たんだけど嬉しい。アルビのお仕事おめでとうタワーかな、 NGT49 カズ、カズタワー来ました、ありがとうありがとうね、そうなの、ありがとうございます。早く会いたいタワーですね、これはそう、いやね、そうで、リポーター行けなくてごめん、全然大丈夫タワーだよ本当にそう、アルサポ Q 楽しく、あ、ありがとうね、そう、ありがとうございます。うん、そうで、アルサポの撮影中もめっちゃ知ってる顔がいっぱいいて安心しました。そうそう、でもね、なんかうわ、なんかいいなって思ったのが、ちょっと遠くから見守ってくれてるのみんなそう、それ素敵すぎない？いや、なんかさ、え、それね、なんて優しいんだこの人たちはと思いながら、私はずっと楽しく撮影をしてたんですけど、そうなの
もうね、やっぱ知ってる顔があるともう安心感が違くて。そうなんです、うん。いや全然もっと近く来てもよかったんですけどね私的には、うん。でもみんなちょっと遠くから見守ってくれてて、全然いいのにって思ってたけど私はでもそんなところも優しさだなと思って、うん。そうなんです、楽しかった。リポーターめちゃくちゃ楽しかったな。そうでさ、私はすごいあの斜め押しにインタビューする気満々だったんだけど、そうそうそう、来てくれてた、車止められなくて間に合うか、嘘、混むもんね。いやそうなんだよ、でもありがとうね、嬉しいな。え、そう、あのね、そうなの、インタビューする気満々だったんだけど、なんかその今日はあのなんかね、そのグッズをね、特定のそのグッズを身につけてないといけなくて、うん、そうなんです、だったんだよ。だからさ、そうユニフォーム、今日は小島選手と太田選手の、そう、あのユニフォームとかグッズだったんですよ。そうアルサポってあのいつもだいたい 2,3 人の選手の方は事前に決まってて、そうで今日はその2人でそのグッズを身につけてる方にインタビューするっていうやつだったんですよね、うん。そうなの。いやだからさ、私はもうめっちゃくちゃ聞きたかったんだけど、でもなんかいいのかなって、でなんか YouTube 出てもいいのかなって、出しちゃなんか出ていいのみんなそうあのね、デビューしたかったんだけどね、ちょっとできなかったから、またねいつか機会があったらと思って。平気ですか？わかった出る気満々、わかったわかったうん、そうそう、私のことを好きな人たちですってやって紹介したかったんだけど、それはできなかったから、うん、私はする気満々だった。そうなんだよ。でもあのその選手への質問だから、そうでも一回そのアルサポのスタッフさんがなんか七海推しのみんなにインタビューして、私になんか聞きたいことあればみたいな撮影をしようとしたんだけど、そうあの時間の関係でそれもできなくて、うん。でね、今日初めてだったっていうのもあったから、いろいろ手探りねやってたけど、そうあのなんかまたね、もしまた出られるのならば、そう次はって感じで、うん。いやどうだろう、今回は特別っていう感じでリポーター出演させていただいたんだけどね、あのきっと好評ならと好評なら、もしかしたらそうだよ、あの次回も出られるかもしれないから、よろしくお願いしますうん、そうなんです。いやあとね、その私アルサポのそのリポーター、アルサポ Q のリポーターやってて、なんかすごいイメージトレーニングをめちゃくちゃしてたの、そう数日前から。でなんか結構5回に1回くらい、5回に1回くらい成功して、あとは結構
断られるんだろうなって思ってたら、全然そんなことなくて、もう超優しくて、皆さんがタワー来たねこれあー、なんか今日めっちゃタワーいいよ、ありがとう。あ、有機タワー来ました、有機タワーありがとうありがとう、いいの？タワーもらっちゃってありがとうねありがとう、嬉しい。うん、そうなんです、ありがとうでね、もうアルビスサポさんめっちゃ優しくて、なんかもう、あ、全然大丈夫ですよって声かけたら、全然大丈夫ですよみたいな、うん、今日ってか一回も断られなかったかもしれない。そう、え、すごいよね、すごい、こんなことあるんだって。いや、むしろその向こうから来てくださったこともあったし、そう、なんか、あ、めっちゃ優しいね、私の見る目が、いや、そんなことない、優しいんです、みんなが、皆さんが優しくて。でさあ、私びっくりしたのが、なんか結構自分、私のことをなんか知ってもらえてたんだなって。いや、すごい、なんかこんな発言めちゃくちゃ気持ち悪いんだけど、なんか、あ、 NGT の人だみたいな、そう、大塚さんだみたいなこと言ってもらえて、え、知ってもらえてるんだってびっくりして、そう、そう、なんかラーメン部見てますとか、びっくりしたの。いや、こういうのなかったから本当に、うん、え、超嬉しいよ。そう、ね、やっぱなんか私その、なんだろう、テレビとかのお仕事いっぱいやりたいって言ってるじゃん前から。で、テレビ、新潟のテレビのお仕事たくさん出させていただいてて、でもそのそれをなんか実感することができたというか、あ、私って本当にテレビ出てたんだみたいな、いや、こんなの初めてだったから、初めてっていうかあんまなかったから、そう、え、私のこと知ってるんですかみたいな、うん、びっくりしちゃって、そう、なんか嬉しい気持ちももちろんあったんだけど、びっくりした、みたいになっちゃったでそれが結構なんか若い方もだし、そのなんかいろんな年齢層の方から名前呼んでもらって、なんかびっくりしちゃったうん、そうそう、あ、大塚ななみだみたいな芸能人みたいなんですけどみたいな、こんな経験するなんてびっくりしたなんか芸能人みたいじゃんみたいな嬉しかったです、うん、芸能人じゃないよ、うん、だからさ、なんか、あ、 LGT でよかったと思ったでもね、名前なんかななみんって呼んでくださる方もいらっしゃったし、あとなんか大塚ななみさんって
そう言っていただけることもあったし、大塚さんってね言ってもらえることもあったし、びっくりしちゃった。うん、びっくりしました。うん、でも嬉しかった。なんか、うん、自分のなんか SNS の発信とかって届いてるんだなって思った。ね、今日のコーディネートめっちゃ可愛かったでしょ。そうなの、あのアルサポ Q のロン T シャツ用意していただけて、そうで、それ着て、で、あの襟つけてたの分かった？レースのやつ。そう、あれ付け襟買ったの。そう、付け襟買ったの。すごい楽しくて、なんかコーディネート組んでたら楽しくなっちゃって、そう、付け襟つけて、でスカートは、スカート2つ買っちゃってさ、ラブラで、うん、そうそう、ラブラで買いました。そう、2つ買ってスカートで、今日2つ履いてたの実は。でも多分みんなが見たのは1個だと思うんだけど、水色のやつ。そうなの、もう春服を買ってなくて全然、だからこの間買って春服、今日春服着ました。いや、でそうか、春服着たらめっちゃ寒くて、なんか間違えたと思って、めっちゃ寒かったね今日。そうそう、なんかアウターもちょうど買ったのよ。で結構薄手のなんかコートみたいな薄手のアウターを買って、そう今日それで行っちゃって、そう、そしたら思ったより風強くて、そうやっぱ普通に寒かったです。まだ全然、今日はダウンでよかった。間違えました。うん、そう、もうね、試合見てる時も寒すぎて、そう日陰だったんだけど、私もう、うんね、で上とかもめっちゃ寒いもんね。そうなんだよ、天気予報見たんだけど何を間違ったのか薄着で行っちゃったんだよね。そう、うん、でもさ晴れたね今日。いや晴れたね。そう、うわめっちゃ青空じゃんって。そうなの、うん、晴れてたね、晴れたね。いや私曇り女なんだけどさ今日晴れた。そう、なんかあのビッグサー向かってる時に結構曇ってるなと思って、なんか天気不安定だったのよ。雨降りそうだなって思ってたんだけど、なんかトークショーあたりからめっちゃ晴れて、そのビッグサンの上が雲消えたんですよ。それで晴れてもう無事に、うん、そうでね、すごくすごくいい天気だった。うん、いやもうアルサポ Q は晴れててなんぼですから。そうなの、うん、びっくりしました。晴れ女なのかな、晴れ女ではないんだよ私。そんなことないんだけど、うん、そうなんです。でもびっくりでしたね。でトークショーは、そうトークショーがね、そのそうトークショー15分の尺だったのよ。そうでも私からしたらすごい15分の尺いただけて、もうあんな大きいステージ ですごいたくさんの方が見てる中でのトークさせていただけたのすごい嬉しかったんですけど、うん、そうなの。でもその15分を見るためになんか来てくれたみんながに、私はもうそう、その15分のためにね来てくれようとしてた方とか、あの来てくださった方とか
ね、え、すごい、もう愛じゃん、愛だよね、こんなの。そう、嬉しかったの。そのだってさ、まあ、トークショーが始まったのは12時過ぎだけどさ、もうそれより全然前からいてくださったわけじゃないですか。そうだから、なんか正直のその来てほしいって言おうかちょっとだけ悩んだんですよ。そう、うん、私はもちろんこの15分といういただいた尺で楽しみんなを楽しませようっていう気合はめちゃめちゃ入ってたんだけど、そう、なんか嬉しかったです。でももう来ようって思ってくれていた気持ちもすごい嬉しいし、うん、ね、なんか幸せです本当に。でトークショーもね、あっという間だった。いや、なんか今日本当にアルサポ Q もだし、トークショーもなんか全く台本がなくてそうで、本当フリートークですって言われて、本番直前に、あれ本当に台本とかってないんですよねって聞いたら、ないです、フリートークですって言われて、あ、はいってそうなの。いや、私結構あのどのイベントとかも、配信イベントとかも、もう結構台本命なところがあったんですよ。そう、前までは。でも最近ようやく台本にとらわれずに やれるようになって、そうで、今日がもうその何、台本がないっていう、全く。そうそうなんです、そうなんですよ。あのね、私の大尊敬している先輩であるリカ様が、台本は捨てろとそう言ってくださったあの日から、私は台本にとらわれずに生きようって決めて、でそんなトークショーだったんですけど、うん、そうでもね、あの MC のお二人のかね、あと野沢さんもいらっしゃってそうのおかげで、そう MC のお二人がすごくなんかお話をたくさん振ってくださったおかげで、もうトークショーめちゃくちゃうまくいきましたそう NGT の話もたくさん振ってくださったから、私ももうめちゃくちゃ話しやすくて、そうなんです。え、もう今日のトークショー、私はとっても満足いく結果になりましたうん、わかる。でもそうなんだよね、あの選手がこう試合に出場することを出演って言ってたらしくて、無意識に、それがめっちゃ恥ずかしかったんですけど、え、本当に出演って言ってた私、めっちゃ恥ずかしいんだけど、出場じゃん、うん、わかる、動画上がってほしい、見てほしいそう出演って言ってないよ、言ってないから、言ってないよ、うん、何出演って、公演じゃんうん、難しいそうだったんですけど、どんな話したかな。でもね、いっぱい話せた、アルビのことも話せたし、あと NGT のお話もできたし、そうそう、よかったな、うん、何話し、いっぱい話したな、楽しくてあっという間すぎてね、うん、あ、そう、あの私が初めてアルビの試合見に行った時の話とかもしたし、あ、そう、選手のお二人が公演見に来てくださった話もしたし、そう、でもその
あの谷口選手と阿部選手来てくださったんですけど、あの2人の推しメンはマリナさんとレイナっていうそうちょっと面白いよねそう、それは面白話なんですけど、うん、やっぱり先輩お強いですね。でも私はあのアルビさんの公式推し面なので、あ非公式すいません、公式、あ公式でいいですか、じゃあそうしときます。うん、そうなんです。うん、ね、そうコンサートの話もするか迷って、というのもコンサートの日に全く同じ日にアルビの試合もあるので、ホーム戦が、そうなんです、ちょっと迷ったんですけどさらっとお話ししました。うん、そうなんです、そうコンサートの話もできた。うん、あ、そうそう、あと DD いじりもしたんですけど、あのあれはいじりですので、はい、あの信じ、あのそんな本気にしないでくださいねはい、私のみんなにする DD いじりはあのいじりなので、はい、まあ、ちょっと本気だけど、そうそう、うん、ええそう、ちょっと、まあちょっと本気だったけどみたいそうなんです。でもね、私思うんだけど、ちょっと最近のナナミ推しは結構私に集中してますよねですよね、まあしてないガチの人もいますけど、わりかしわりかしそんなことないようじゃないよわかる、うん、わかる、なんか偉いです、偉っちです、はい、皆さん、うん、割りかしね、割りかし偉っちです、なんです。そんなもんかな、トークショーで話したことですかね。そう、そうそう、そう、あとね、そう、あと馬に乗りましたなんで、なんでだろう、急に、いや今日乗馬体験できるスペースがあって、なぜか乗馬す、こう馬に乗ることになって、そう馬いたの、そう馬に乗りました、馬乗りななみんさんになりました、そう、うん、めっちゃ怖かった、めっちゃ怖かった。え、でもね、初めてではないんだ、小学生ぶりくらいじゃない、うん、そうそう、え結構揺れるんだよね、なんかゆっくり歩いてくれたんだけど、うん、揺れた、うん、そう、すごい視線高いくなるからさ、そうなの、そうなの、馬に乗りましたでも楽しかった、うん、
そう、うまみになった。多分馬乗馬の様子も配信されると思う、使ってもらえたら。それでそんな感じで試合も、そうなんですよ、試合観戦もできて、そう見ましたよ全部。うん、試合楽しかった。そう、今日柏レイソル相手チームだったんだけど、柏の応援もすごくて、いやもちろんアルビはすごいんだけど、そう柏のね応援が大きくてびっくりしちゃった。なんかアウェーでこれはすごいと思った。うん、そう、わかる。え、ちょっとさ、小島選手について話したいんだけどさ、なんかもう、え、何なんですかあの方はって思わない？いや思ったんですよ。なんかもう、なんていうの、もうね、安心感っていう、いや言葉で片付けてはいけないくらいの、なんかもう神様かなみたいな。そう、そうそう、止めすぎてて、なんだろう、なんかもう止められない球はないみたいなオーラを感じましたね、ずっと。うん、本当に小島選手は私はとってもとっても注目してるんですけど、今日もやはりすごすぎましたね。うん、そうだし、今日は私はもうこの目で千葉選手のゴールが見れたのがもう本当に嬉しかったです。うん、そうなの、いやー楽しかったな、あれは嬉しいよね本当に。うん、そうそう、今日は盛り上がったな、ね、結果はまあ引き分けだったんですけど、私は初、今シーズン初観戦だったので現地で、うん、ね、今日は2万人、2万人ってすごくない？そう、2万人の会場にいられたのがすごい良かった。うん、そうだよね、特に後半とかは惜しいシーンとかいっぱいあって、でもね勝ち点1ですので、はい、また次も楽しみです。うん、いやーよかったな、今日楽しかったな、すごかった、すごかったわ本当に。え、そう、控え室がなんかもうあの中だったんですよ。そう、いつも YouTube で見るとか、モバイルで見る場所、そうで、もういろんなアルビのスタッフさんとか、うん、がめっちゃいらっしゃって、ちょ、監督も いたらしい。ちょ、私は見れなかったんだけど、そう、マネージャーさんが監督いましたって、そうそう、
そうなんですよ。選手の方はね、いや誰も会わなかったな。うん。そうなんです。すごかった。あの遠くからなら見えました。選手の方も。おお。おお。そう、あと本当もう試合直前のそのピッチの横にも行けたりとか、うん、そうなんだよ。すごかった、すごかったよ。 N スタンド迫力満点。なんかあ、ここでいつも試合してる選手の皆さんめっちゃ気持ちいいだろうなって、嬉しいだろうなって、あんな、ね、2万人の拍手とか声援を浴びて、うん、気持ちいいって思ったそう、まあ私もそんな気持ちいい歓声をいつも受けてるんですけどねみんなからの、うん、だけどやっぱり2万人の何拍手のとかちゃんとの音圧はもうレベチでした。すごかった、うん、ね、よかった、うん、感じで試合も見て、でさ前後半の途中でそのハーフタイムの時に食べ物、もうお腹空いちゃって食べ物をなんか飲み物とか買いに行ったのよ。そうしたらなんかほぼ売り切れててほぼ売り切れてたの。そうなんかたこ焼きとか食べたくてうん、たこ焼き食べたくて、なんかあとチュロスとか食べたくて行ったら何もなくて、食べ物もほぼ売り切れてて、そうで唐揚げだけ買ったうん、そうスタグルはね食べる時間なくてね、そうそう、であとココアあったかい飲み物飲みたくて怖かった、うん、そう、風味爽快にして飲んでません。ビールは飲んでません。だって今日試合後ちゃんとお仕事あったからそう、飲みません、飲みませんよ、お仕事だから。仮に試合後お仕事がなかったとしても飲みません。はい、飲酒しません。だってお仕事だもんそうです、飲酒してませんしかも今コンサート前なので、はい、飲酒しながら観戦してるのを見てみて、本当に、え、そうなの、じゃあ何か機会があったらお仕事になったらいいねそれうん、そうだよ、もうコンサート前でさ今あの
いろいろ控えてるんです、うん、そうだよ。いや、そう、今日結構パシャパシャ撮っていただけてて、カメラとかスマホでパシャパシャって、そう、あの送ってくださいそう、もう送ってもらったのあるけど、保存してるけど送ってください、うん、送ってください。でもこういうの久しぶりすぎて、こういうなんかこういうサツカのやついて、今肩すごい音鳴ったんだけど、折れたかも。そう、あのね、あ、全然上げていただいて大丈夫ですよ、うん。え、そう、今日撮影、え、聞こえた？ねえ、だよね。え、どうしよう、肩折れたかも。でも全然痛くない。そう、カメラで撮っていただけてました。いや、嬉しかった。私今日ね、ダメだと思ってて、そう、大きい音したよね。そう、撮影、あ、撮影とかできないのかなと思って、でも撮影とかできたらいいなとは思ってて、なんかスタッフさんとかにもう今日撮影ありがいいですよねって話してたんだけど、大丈夫でした大丈夫でした、はい。そう、だから、うん、あの、私もダメだと思ってたの。そう、でも大丈夫だった、大丈夫だった、なんか、うん、ね、そうだからね、撮ってもらっちゃってありがとうございます。でも今日風強くてさ、多分私前髪すごいことになってたよね、きっと。もうそれが悔しかった。めちゃくちゃ固めたんだけどね、うん、隣にいた人にダメって言われちゃった。あら、本当に？なんか難しかったね今日、うん、いや、そう、風強すぎてさ、そう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 なの、風強すぎた。だから、あの、乱れ前髪だったんですけど、そんな中でも撮ってくださってありがとうございます、うん、恥ずかしいからさ、半目の写真とかはさ消してね消してね、絶対。そうだ、半目の写真、もう半目の写真消して、うん、消してください。そうなんです。で、こういうね、あの、なんかアルビのお仕事またやりたいなって思ってるし、こういうちゃんと撮影、撮影のねやつとか、あとこういう私の姿を見てもらえるイベントとか、ね、今日は個人仕事だったし、なんかそういうのまたできたらいいなと思ってるので、楽しみにしててください。うん、ね、だからね、次回もしあったら、あの、今日そう来られなかった方もみんな来てほしいし、そうだよ、今私ロス期間だから、もうそうだよ、大変なんだから私今
本当に。なんか昨日の夜中の事件を話すね。じゃあ私が何があったのか。なんか昨日ね、その結構今週頭がもうパン、なんかいっぱいになっちゃったの、いろいろ。あれですよ、嫌なこととかじゃなくて、なんかやっぱいろいろさ、いろんな、一気にいろんな曲のさ、そうそう、立ち位置とか振りとか歌詞とかギュッて詰め込むから、うん、なんかそれが昨日一気にパーンってなっちゃって、あ、でも全然なんか、あ、これダメだとかではなくて、そう、あ、これダメなやつだとは思ってないんですけど、なんか、あ、普通にやっぱコンサート期間ってちょっと大変だなって。大変？いや大変ではない、大変じゃないよ、楽しいから。大変じゃないです、大変じゃないんだけど、あ、これがコンサート期間だって思っちゃって、やっぱりやっぱこれ頭ぎゅうぎゅうになってくるなって思いながら、もうそうそうなの、いっぱい覚えることがあるんだみんな。で、そうでね、それで昨日確認、夜中確認しようと思ってたんだけど、なんか確認してて、その休憩がてらアイドルを見てたんですよ。そう、なんかアイドルを見てたら、そのコンサートしてる、ライブしとかやってるの見てて、うん、で、あ、本当に早くまた公演やりたいし、コンサートも本当に楽しみかも。でもこの期間はすごいみんなリハーサルで頑張る期間だから、会えないじゃないですか、そう、皆さんに。もうそれがなんかちょっと急にしんどくなってきて、今までほぼ毎週会ったから、そう、毎週会えてたから、公演とかね、あったし、うん、そうそう、でうわーってなってあれに至ります。はい、そうそうそう、そうなんですよ。なんかさ、 TikTok 見てるとさ、いろんなアイドルの映像流れてきて、その握手会とかの映像も流れてきて、そうそう、そしたらうわーしたいなって、うん、コンサートあったらコーンいっぱいありますよいっぱいあるよ、多分だけどめっちゃあると思うだし、めっちゃ出ると思う。私4月中全然コーンありますよ、あります、あります、あります。平日もあるんじゃないかな。え、めっちゃ予想で話してるよ私今。あんまり信じない方がいいけど、うん、でも土日は確実にある、平日は分かんないけど、でも平日もあるんじゃないかな、少しは。そう、4月前半が公演打ててないから、そうだから後半はめっちゃあると思う、思う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 、思います。いやでもあるよ、うん、そう、スケジュールまだ出てないけどありますよ、土日も。だし、あの、ほんと全部出してくださいって言ってあるので、はい、そうだから、あの、皆さん来れる時に来てください。ちょっとまだスケジュールが確定してないみたいでね、うん、そうそう、
出ますよ公演出ます出ます、うん、そうだし、あのこのコンサート期間でね、とかコンサートでこう成長した姿を公演劇場で見てもらえるようにしたいなと思ってます。うんって感じですね。だからさ、今日アルビのお仕事させていただいたじゃないですか。それで私のことを知って、なんか推しになりましたとか、これから劇場行ってみようかなと思いましたとかのお言葉を見つけたりもしたので、ありがたいありがたい日でしたね今日は。うん、嬉しいよねみんなもこれはそう。でも劇場公演ってほんと楽しいんだよね。うん、そう、本当にアルビサポの方が私推しに、私のことを好きになってくれたら嬉しいし、そう、ななみ推しは逆にね、あの私の好きなものを好きになる傾向にあるので、はい、これで、あ、アルビ面白って思ってくれた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうなんです。だからなんかいいよね。うん、そうだって今日アルサポの撮影終わり帰り際に、あのそのアルビサポの方に、劇場って当日券あるんですかって最後聞かれて、ありますってありますって言って私も帰った。うん、そんなこともあったりとか、あと今日キャッチフレーズやってくださいとかもあったな。七つの海のナナミってやったんですけど、うん、そうなんだよね、申し込みとかさ、そう登録とかあるじゃんだからそういうのあるんだけどって思いながら、心の中で、あ、でも登録しなきゃなって思いながら、そう、それはもう言う時間はなく、うん、終わってしまった。感じかな。でもさ、なんとかなるよね、うん、そうだよね、なんかあの多分そういろいろ調べてくださると思うんだ、うん、そうだし、ここにはその教えてくれる人がいっぱいいるからそうそう、ね、だからさ楽しみにしようって、うん、え、そうだよね、教えてあげてくれるじゃんみんなそう、だからさ、そうなんですよ、そうアルビサポの皆さんも優しかったけど、さ NGT の好きな人たちはもう優しさの塊みたいな
感じなので、そうなんですよ。だからさ、大丈夫って思ってる。で最近もうここ2週間くらいはずっとリハでずっと室内に行ったのよ。そう、一日中こう午前中にレッスン場入って、でも帰りはめっちゃ夜みたいな、もう暗くなってる夜に帰るみたいな生活をずっとしてたから、なんかね、外の空気に触れてなくて、そう、なんかその日中外に出ることが本当になかったから、太陽光を浴びることもなかったの最近。だから今日本当になんかね、すごく気持ちも晴れやかになった。うん、空気が美味しかった。そう、今日でね、本当またリハーサル来週から頑張ろうって思ったよ。うん、そうそう。だから今公演ないからさ、なんかそのなんて言うんだろう、なんかエネルギーが足りなかったんだ私には、きっと。うん、そうで今日そのエネルギーをチャージできたんです、私は。うん、チャージできました。そうなんです。だからまた月曜日から頑張ろうって思った。うん、だからでも私がすごく今ロスだったから、ショールームもちょっとできるだけちゃんとたくさんやろうって思った。うん、そう、からショールームで私のこの元気な姿を見てください。これで少しでもロスを。はい。ななみんをチャージしてください。感じで今日はそろそろ終わりますね、配信。鎖骨綺麗だね、ありがとう。最近鎖骨出てきたの。嬉しい。うん、鎖骨出てきたんだよね。あんま見えないか。コンサートまでに鎖骨出します、もっと。コンサートで鎖骨が出る衣装があるのか分かんないけど、じゃあランキング読みます。いきます。73位、七海の73位。あれ、うん、あれ、ちょっと待って、なんかバグってるんだけど。いきます。73位、ゆきおるんるんさん。ゆきおるん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 、ありがとうございます。13位、りゅうちゃん、ありがとうございます。12位、のりの、ありがとうございます。11位、せってんが、ありがとうございます。10位、スキャット、ありがとうございます。9位、なおくん、ありがとうございます。8位、お酒、ありがとうございます。7位、ポールのうさぎ、ありがとうございます。6位、セキヤン、ありがとうございます。5位、タカノン、ありがとうございます。4位、日焼け、ありがとうございます。3位、タワーもありがとう、ユウキ、ありがとうございます。2位、タワーありがとう、NGT49 カズ、ありがとうございます。そして1位、みちおちゃん、タワーもありがとう、ありがとうございます。
じゃあまた配信するので来てください。ありがとう。またね。うわ、足つった、痛い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 、足がつった、助けて、痛い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 、まーたー、うん、はあ、痛かった、治った。じゃあね、助けて、足伸ばしに来てください。はい、それじゃあまたね、ありがとう。またねー。